嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた、自分に驚いた。なんすか、写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくて、あなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問あ、ごめんな題だとさ思いい。ます。日本が韓国から受けた恩恵をいくつでもあげてくださいっていろんな人に質問したのですが、回答得られませんでした。ひろゆきさんなら何て答えますか。イカゲームが面白かった。あと、追憶、消された追憶、知的障害のある男の子を育てている母親がいて、で、その知的障害のある少年が殺人犯として逮捕されてしまうんですけど、まあ結局真犯人は別にいて、知的障害だから捕まえたっていう形になってるんじゃないかっていうので、その無実を証明しようとする母親と主人公っていう状態なんですけど、実態はほにゃほにゃほにゃみたいな、割と面白い映画だったりするんですけど、で、まああとキムチ美味しいですよねと。で、トッポギとか割と好きで、僕、うちの冷蔵庫にも今入ってますけど、で、あと僕、甘酒好きなんですよね。自分でも作ることあるんですけど、で、その甘酒って、まあ、基本的には酒粕を沸かして飲むだけの甘いジュースみたいなものなんですけど、その濁り酒ってたまに日本でも売ってるんですけど、その白濁した状態のお酒で、で、マッコリってそれと一緒で濁り酒をそのまま飲むっていうので、やっぱ日本だと濁り酒ちゃんと作ってるメーカーがあんまりないので、品数限られてるんですけど、韓国だとそのマッコリっていう名前で濁り酒いっぱい作ってるので、割と僕は好きですけどね。お金の話しかしねえな 食べ物のとかの文化の話で、だから、なんかケジャンだったりとか、割と辛いもの僕好きなんで、韓国料理はそういう意味で好きな食べ物僕美味しいと思って、多いんじゃないかなと思うんですけど。レトウヨは敵にするとめんどくさいけど、味方にすると頼りない、やる気のある無能を今すぐ殺せ、といった軍人の正しさがまた証明された模様。高市早苗氏はなぜ敗北したか、ネット保守の過激すぎる応援があだに。で、エイを食べるんですよね。腐ったエイ。あれ、本王兵？エイを発酵させて、壺に入れたものを食べるっていうのがあるんですけど、で、エイのヒレ自体は、アンモニアを出すんですよね。で、本王兵、それ。で、匂いは多分、一回も匂い嗅いだこともない人でも、この匂いだよって言うとわかるんですけど、公衆便所の匂いがするんですよ。公衆便所って、なんで臭いかっていうと、人間の尿のアンモニアが、蓄積された匂いなんですよね。で、そのアンモニアって刺激臭で、昏睡した人とかでもアンモニア臭嗅がせると飛び起きるっていうぐらい刺激的な匂いですけど、本声ってまさにその匂いなんですよ。死んだ魚の目をしてる性格のないデブのおっさんと一緒に、韓国の居酒屋で食ったんですけど、もう、居酒屋で、お、本声あるじゃん、これ頼もうぜって、もう頼んだ瞬間、店中の人が、あいつ頼みやがったなってわかるっていう。まあ、その韓国の人なんで別に文句は言わないですけど、でも明らかにもそのテーブルにこう、店員さんが持ってこようとしてる時点で、あ、なんか来たって、店員、その店中の人が分かるんですよ。で、ドーンと置かれて、あ、これかっていうのがあって、で、すげえまずいっていう人もいるんですけど、匂いが良くないっていうのと、味がまずいは別なんですよ。で、僕、全然食えるんですよね、本フェ。別にそんなに嫌いじゃなかったんですけど、要はそのアンモニア臭を嗅ぐと、臭いってなるんですけど、そもそも論じゃ匂いを嗅がないで味だけで食べたらどうですかっていうと、発酵したエイなんですよ。で、エイヒレって、燻製とか珍味とかで食べたことある人いるんですけど、で、あれがその柔らかくなって食べやすくなってて、コリコリした食感っていうので、まあ、全然食えるよねって言って食ってるんですけど、まあ、周りからはお前らのテーブルくせえなって思われてるって、まあ、そんな状態で、そういう感じで、僕割とその面白い食べ物好きなんで、なんか他で食えないものを食べられると面白いなと思ったりします。はい。世の中には頭のおかしな人がいます。普通の生活では出会わない1万人に1人のレベルの頭の残念な人がネットには数千人います。無料で誰でも登録できる場所には頭のおかしな人が何度でも入ってきますよ。あと、日本で多分一番安く銃を撃とうとすると、韓国が一番近いし安いんじゃないですかね。時期によって、ちょっとコロナで別ですけど、コロナ前だと、9800円でソウル行きホテル付きみたいな、なんか、
一泊だか二泊で9,800円みたいなすげえ安いプランたまにあるんですよ。で、そういうので行って、で、あの、韓国って、あの、銃が撃てるシューティングレンジっていうのがあったりするので、で、あれも1回2000円ぐらいかな？そんな感じで、あの、割と何種類か銃撃てたりするので、あの、実銃撃ってみたいっていう人がいたら、あの、そんな感じで韓国行って撃ってみるといいんじゃないかなと思います。はい。なので、割と、あと、あの、韓国行った時は、結構なんか、日本人好きだよねって言って話しかけること多いんですよね。なんか、そこら辺のおっちゃんが、その、あの、日本で、なんかその、ネトウヨ的な人がなんか、韓国人は日本が嫌いだ、みたいなので、その、反日教育やってるみたいなのがあるんですけど、実態としていくと、なんかあの、地下鉄で待ってたら、突然こう、なんか酔っ払っとっちゃんの話しかけられて、で、お前ら日本人かって言われて、あ、そうだよって言ったら、あ、俺日本好きなのって言われて、いやいや、なんかそう、お前ら日本人かっていうので、あ、酔っ払いに絡まれてこうやって揉めるパターンかと思ったら、あ、俺日本好きなのって報告されて、おお、みたいな。僕日本代表じゃないんだけど、みたいな。っていうのがあったりするので、なんか韓国自体に行って嫌な思いをしたことないんですよね。なので、あの旅行で行くと全然安いし、あのなんか飯もうまいし、いいんじゃないかなと思いますけど。あの、辛いの苦手だと、韓国で食えるのは、あの、鶏肉を茹でたやつぐらいですね。なんだっけ、パイタンじゃなくて、サムゲタン。サムゲタンは多分唯一辛くない韓国料理で、それ以外の料理全部辛いんで、あの、僕は辛いの好きなんですけど、あの、辛いのがダメな人は、あの、きついかもしれないですけど、辛いの好きな人は、あの、韓国は、あの、全然安いんでいいんじゃないかなと思います。寄付した人に文句を言うおかしな人が一定数いて、炎上とか言われてます。世の中には頭のおかしな人がいます。普通の生活では出会わない1万人に1人のレベルの頭の残念な人が、ネットには数千人います。そういう人は相手しちゃいけないってのを、昔から言ってもなかなか浸透しないですね。韓国人です。ファンです。私はアメリカに12年住んでいて、コロナのために韓国に来て4年になりました。韓国は問題の多い国です。私はアメリカが好きです。日本人はフレンドリーで、食べ物も美味しいです。応援します。日本と韓国の間で仲良くしてください。いや、僕が知る限りに、韓国の人で日本のことをそこまで嫌いな人ってあんまり見たことないんですよ。だから、まあ、あの、韓国旅行何回もしてますけど、その鉄道、あの、地下鉄とかで何人、あ、日本人だよって言うと、あ、日本好きなんだよみたいなおっさんに話しかけるみたいなのがあって、まあ、あの、別に僕、借り上げもしてないし、あの、まあ、バリバリ日本人に見える格好してると思うんですけど、その韓国で日本人だから嫌な思いをしたっていうのがないんですよね。で、あの、じゃあ、日本で韓国のことを嫌いな人も日常生活でほぼ会わないじゃないですか。むしろ韓流ドラマ好きだよねっていう、なんか、あの、親戚のおばちゃんが韓流ドラマ大好きとか、友達のお母さんが韓流好きとか、で、若い子とかでもなんか韓国のアイドルのなんかミュージックビデオとか見てますっていうのがザラで、ただ、ネトウヨ的な人がいるというのがネット上にもいるじゃないですか。で、ネット上にいるネトウヨって人数でいくとめちゃくちゃ少ないんですよ。なので、あの、めちゃめちゃ少ないんだけど、ネット上で頑張ってるから、なんか、日本人の中で、韓国嫌いな人が多いように誤解してしまう人がいるというだけで、本来めちゃめちゃ少ないんですよ。で、韓国の中でも日本人のこと嫌いっていう人も、めちゃめちゃ少ないんだと思うんですよね。僕が見て、あの、動いてる限りは。要は、あの、普通に生活、その、あの、ま、韓国の会社と一緒に仕事をした方も何度もあるんですけど、でもそれでその、韓国の街歩いたりとかでも、別になんかそういう目にあったこと一度もないんですよ。で、じゃあ、あの、動画とかでなんか嫌な目に遭いましたって、その日本、韓国人の旅行者が日本で嫌な目に遭いましたっていう動画を上げてる人もいるんですけど、あれ、韓国人お断りって書いてる店にわざわざ突っ込んでって動画撮ったら、確かにそういう店もありますよ。でも、別になんか、そんな店行かなくても普通に暮らせるじゃないですか、韓国の観光客が日本で、あの、楽しい思いをする分には。っていう、その、誇張されたおかしな人たちっていうのをネットはなんか、やたらそれを取り上げて、韓国の人はこう考えてるとか、日本の人は韓国の人をこう思ってるんだ、みたいなこと言うんですけど、いやいや、少数派の声取り上げるのやめねえって僕は思うんですけどね。はい。ありがとうました。チャンネル登録お願いします。Who's fault? It's our fault or your fault? Who's fault? Okay, okay, choose.Who's for? いや、帰るのやめましょう。家で言うの辛いですよね。どこ帰るんですか、うん